スタジアム全面、ブリーラムスタジアムは、太陽国のブリーラム県にある、サッカースタジアム。ブリーラムユナイテッド FC のホームスタジアムである。チャーンビールが施設命名権を取得して、チャーンアリーナと呼称されている。ただし、AFC チャンピオンズリーグなど AFC の公式試合の際には、ブリーラムスタジアムの名称が使用される。また、ブリーラム県五番目の城にちなんで、 サンダーキャッスルの愛称でも呼ばれている。2011年にアイモバイルスタジアムに代わる新しいスタジアムとして建設された。収容人数は32,600人で、クラブ所有のスタジアムとしてはタイ国内最大である。ブリーラムユナイテッド FC の試合の他に、サッカー対応国代表の試合で使用されることもある。当初はタイの通信事業者アイモバイルが 命名権を取得していたためニューアイモバイルスタジアムと呼ばれていた。2017年末にチャンビールの製造元であるタイビバレッジとの間で10億バーツで5年間の施設、命名契約が結ばれた。これにより2018年から現在の名称になっている。スタジアム内にはグッズ販売のショップや VIP ラウンジも設置されている。 また、スタジアムの裏手にはサーキットが建設され、2014年9月にオープンされた。ブリーラム県、ブリーラム市内より、トゥクトゥクバイクタクシー約10分ブリーラム駅より、トゥクトゥクバイクタクシー約10分。ありがとうございます。